バランススコアカードは企業の経営戦略を支援するためのツールの一つで、財務的な視点だけでなく、顧客、学習と成長、業務プロセスなどの4つの視点から企業の総合的なパフォーマンスを測定することができます。財務の視点、企業が目標とする経済的な成果を示します。収益性、成長性、リターン、キャッシュフローなどの指標を用いて企業の財務的な健全性を評価します。顧客の視点、企業が提供する製品やサービスを受ける顧客にフォーカスします。顧客満足度、顧客忠誠度、市場シェアなどの指標を用いて企業が顧客からどの程度の信頼と支持を得ているかを測定します。学習と成長の視点、企業が持つ人材、情報技術、組織文化などの資源を活用し持続的な成長を実現するための取り組みを評価します。従業員の育成、イノベーション、品質改善などの指標を用いて企業の学習と成長の能力を測定します。業務プロセスの視点、企業のコアプロセスを評価し業務プロセスの改善と最適化を目指します。生産性、品質、効率性などの指標を用いて企業の業務プロセスが顧客ニーズや企業のビジョンに適合しているかを測定します。これらの4つの視点は企業が長期的な目標を達成するために必要な要素を総合的に評価し、バランスの取れた経営を実現するために活用されます。